い、どうもメンズ赤星です。はい、ザ・シーツの瀬尾です。よろしくお願いします。はい、あ、今回行ってまいりましたのは、うん、あの栃木県真岡市にございます真岡ね、ラーメンジラフ、ジラフ、店員さんのお店に行ってまいりました。はい、ステータスからね、ご覧ください。真岡鉄道真岡駅ということでですね、歩いちゃうと40分ぐらいかかるんで、車で行ってください。真岡から。そうなんですよ。まあそうですね。そう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 。まあ、で今回行ったのはですね、あ、この3人参加しておりますが、俺が行けなかった日です。あ、そうなんです。はい。というわけでね、でもお店の方すごい優しい。もう外にですね、ステッカー。貼っていただきまして、もうシュプリームもあるじゃん。その上にね、やっていきましょう。ありがとうございます。というわけでね、このメニューはまあ小大ラーメンなどございますけども、はい、今回はまあ基本のね、ラーメンを、うん、まあいつも通り選択しているよということで、うん、ございます。ラーメン、850円全部増し増しで、まあうずらもね買ってるんですけども、はい、店内ですね、ゴリゴリのヒップホップ流れてます。うん、その一方で、なるほど、ね、こうモニュメントも置いてあったりして、どっちかといえばじゃあジブラだったんですね。まあどっちかといえば検討したかもしれない、店名として。まあね、甘みのあるね、大きめの油まずゴロゴロ入ってますので、そこはちょっとまあパワーがすごいっていうのと、はいはい、まあ、油野菜ね食べていきますけども、こちらね、ややくた野菜にこの甘いエキスがね、はい、どんどん染み込んでいって、甘い油ね、甘い油が、はい、そう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 、これが非常に美味しいんですね。なるほど。で、あの油の量ですね、うん、これかなり多い方なんです。ああ、なるほど。あの全体の中で全地方県も結構多い方なんです。先に食べておくのがいい、はいはい、というのをね言っておきますけども、さあ、それと豚ね、今回増してないんですよ。あ、これ増してないで、この大きさのもの入ってるんですけども、はいはいはい、まあ、弾力もよしの、ホロットさんもよしということで、うん、いい豚さん、いい豚さん、いい豚さんですね。いい豚さんなんですか。はい、まあ、このスープね、見ていきますけども、結構前、これどうだろう、非乳化、非乳化ですね、非乳化系の、スープで、まあ、やはり油の味付けと同じように少し、ま、あの甘みのあるですね、スープとなっていますんで、私は結構これ好きな方です、はいはい、かなりですよ。で、麺をね、こしらえていきましょう。こしらえていくっていうか、こう、揚げていきましょうか。こしらえましょう。こしらえましょうか。太さはね、かなり太さを誇る、うん、ごわごわ縮れ麺なんですけども、はい、もう非常に硬いんですわ。はい、まあ、言ったら、ハスミっていうあの店舗ぐらい硬い、はいはいはい、食べ応えが抜群でして、まあ、この太さと、うん、まあ、品油感、私のかなりのドストライク、うん、ドストライク、極悪しちゃうぐらい硬くて太いのが好きだったんですね。硬くて太いの好きなんですよ。まあ、その後ニンニクがね、ちょっとおっさんにやることじゃなかったわ。いやいやいや、しょうがない、それはね、硬くて太いニンニクをね、はい、ね、辛ニンニクとですね、あの油、スープ、甘みがこう調和してってですね、なんとも言えないこの加減、加減したらいいのかな、絶妙な、甘辛さ、絶妙な塩梅ということで、そう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 。で、後半でね、また、まあ、味が染み込んだ豚、まあ、かじってますけども、はい、それだけではございません。ね、やっぱりうずらとね、ましたね、豚を組み合わせたうまさ、まあ、スープうずらとして食べますけども、スープうずら、スープうずらとして食べますけども、あの、うずらがね、ある二郎ってそんなに多い方ではないんで、あの見つけたらぜひ入れてほしいということでね、はいはいはい、まあ、黄身の部分は片焼けなんですけども、プチッとした食感、ね、アクセントとして、アクセントとして美味しい、ね、一応、まあ、味付きうずらなんですけども、ちょっと分かんなかった、まあ、ちょっとちっちゃいからまあ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 、でまずちょっとね、こうテーブル感のね、ブラックペーパーを打っていきますけども、うん、こう麺がね、はい、ややざらつきのある麺なんですよ、はあ、なのでこうブラックペーパーの粗さのこうざらつきもあってね、はあ、すごいもん食べてるような感じ、すごいもん、すごいもん食べてる感じなんですね、すごいもんでさ、それでね、あのすごいもん、すごいなんですよ、もううずら胡椒豚なんかも最高にうまいから、あ、まあ、やってみてほしい、はいはい、っていうのと、まだありますよ、うん、ね、油うずら胡椒豚美味しいっていうのまず2点目ですよね、はい、でね、ちょっとね、ここまで来てね、返し忘れてたんで、はい、ね、ダイレクト返しというのをちょっとやってたんですけど、これはね、さすがにちょっとさすがにでしょ良い子の皆さんはよく考えてやってくださいね。体やこれ。いやーちょっとね、美味しかったなー。あー、そうですか。真岡市なんでね、でも遠いからさ、うん、あー早めて
ってなると思う。通う？やっぱ難しいけどね。まあやっぱ地元の方とかね。いや絶対通いますよね。ここ近くだったら。これは本当に美味しかったですね。ごちそうさんでございます。マックス鈴木さんも来てますね。あ、マックスさんも言ってる、はい、サインありましたね。あ、言ってたね。あの横に。ザ・ブルーハーブのポスターが貼ってました、ね。あ、僕は触れられなかったけど。やっぱヒップホップが好きだから。好きなんですよ。絶対。そう。で店長さんも。お店から出てきて最後お話もしていただいて。何喋ったんですか？あ、いや、その、どちらからいらっしゃったんですか？あー、東京からって言っちゃいましたけど。おやおや、我々埼玉ですから。埼玉なんですけど、まあほぼ東京ということで。我々埼玉なんで。埼玉か、ちょっと見え張っちゃいましたけども。はい、ということで、ね、次楽、非常に美味しかった。ごちそうさん、けっ